はい、ということでね、本日はなんとコラボ企画となってます。いないのね。はい、でね、うちの社長がね、今日いないんですけど、今日3人でとある方とコラボをしていきたいと思うので、僕らのコラボ企画言ったらあれじゃないですか、物乞い企画。物乞い企画。そうそうそう、自宅突撃して物をもらうっていう山賊みたいな最低な企画ね。はい、で今日もね、ちょっとかなり大きなお家に来ました。ちょっと今横にあるんですけど、はい、あ、ちょっとまだ映さないのですか。今日は何をもらうか先決めますか。もしくはまだもらってないんで、いつも。え、うちでもひかりちゃんの日もあれもらったよ。あー、コルセットね。そう、はいはい、もらったよ。でもな、今日のゲストはなんか女っぽい男みたいな感じなんですね。女っぽい男、ういうニューハーブじゃない。ニューハーブじゃないですか。女っぽい男、うんうん、もちこも多分なんかもしかしたらね、もらえるものがあるかもしれない。本当？逆にオルトラオスのもらえるものが少ないから、服とか多分厳しいんですからね。じゃあ早速行きましょうか。はい、行きましょう。見てください、その前にまずこちら、なんとレクサス置いてあります。金持ちの家だ。じゃレクサス置いてあります。レクサスを乗っているということで、ここから映してもらったんですけど、なんか今回一戸建てなんですよね。はい、かなり稼いでいらっしゃるという方ですね。インターホン押さずに開けていいらしいです。インターホン押さずに、みんな来たらインターホン押さずに開けていいらしいんで、開けてください。配達業者のお願いだけど、これ映っちゃう。行きます。出ないわ。いるすかな。掃除してんじゃねえよ。あ、出た出た出た。あれ？皆さん本日のゲストじゃあご。鍵かけられた。皆さん。一生押し続けるっていう。はい。よっしゃ、皆さん本日のゲスト。本当に。黒田にすいません。マジでいます。ついにですね。ついにうちの黒田にすいあの。家を公開したいと思います。無断でね。ありがとう。ちょっとラオス開けさせてよ。早く破るよ。一生ピンポン押し続けるよ。ちょっと開けてもらっていいですか。はい、どうぞ。何これすごい。え、わかんないんだけど。いいからさ、注文。はい、ここまででありがとうね。本日のゲスト、黒田瀬奈さんのご自宅に行きました。はい、ということで住所貼っとくんで、皆さんということで、最後まで見ていただきありがとう。ちょっと開けてもらっていいですか。これちゃんと縛って、ほら、ちょちょ壊れちゃうよ。これ知ってるなの、網戸っていうの。だからそのそ入ってはいけない虫どもを入れないものなんですこれって。どうぞ入ってください。どうぞどうぞ。お邪魔します。すごい広いね。どうぞじゃないの。どうぞ。靴がいっぱいある。靴が女物の靴もある。女物の靴もある。名前書いてる。名前書いてる。すごい。そこでわかるでしょ。女の靴もある。はい、行きましょう。お邪魔します。はい。なんか見慣れたデスクありますね。あ、俺今日もらうもの決まった。あの金庫。おお、いいじゃん、金庫。あの金庫もらいます。いいじゃん。いいえ、もう。しかもシャントリーボディが 1,2,3,4 本。俺シャントリーボディ置いてます。これ誰のサインですか。これはあの松井大輔さんの、うん、松井大輔さんのですね。あの元 J1 のね、 J1 じゃない、元日本代表のサッカーしてる人は誰もが知ってる。もうちょっと限界がありますねこれね。もう紹介しますか。なんならもう、ここはどこですか。ここはテレサの新オフィスです。はい、ということで我々テレサはなんとですね、4月中旬ぐらいにお引越ししました。はい、一戸建てになりました。マジで広い。全部がテレサのものです。ちなみに弱家賃はいくらですか。いや、これ P 入れてください。じゃあ例えるなら、例えるなら、うん、例えるなら初期費用で車1個買えるんじゃない。そうだね、かなりいい車が、初期費用で、結構まあかなりかかりましたね。え、どれくらい成長したんですか、このオフィスの移転っていうのは。どう表せばいいの。え、だって1期終わってなくて
そもそもこれが借りれるっていう成績がどれだけすごいことかっていうのを想像していただきたいです。なるほど。あの一期終わってないから決算書ないじゃないですか。はいはいはい。なのにこれだけの広いところを借りれるっていう、まあ僕らの今の成績をね、うんうんうん、途中経過の成績を見せて貸していただけるっていうのがもう全ての答えじゃないですか。審査は通らないはずだと。普通は普通通らないよね。通らないよね。すごいね。じゃあすごいことだね。いやとりあえずね、じゃあ今日はオフィス兼車谷さんの家をちょっと探索したいと思うので紹介してください。ぜひルームツアーです。まずまあこれが前回の動画というか僕らのオフィスを知ってるね、今まで応援してくださってる方は分かると思うんですけど、デスクが2倍になってる。あ確かに伸びたね、だいぶ。あれね、もっとラオスがイチャイチャして作ったデスクです。そう、よくあの懐かしい。違うよ、あの作んなかったから作んなかったから。ラオスが作ってる。じゃあリナも作った。いい、応援してた、応援してた。頑張れって言ってた。これめちゃくちゃ、もうこれ4時間ぐらいかかるのね、一人で。結構時間かかったんですかね。今2個で、今回は松葉くん、風子、モッチーの3人で作ってる。松葉くんと風子だけです。違う、またなんなん。これに関しては、これに関しては、うちやってない。モッチーやってない、やってるように。これに関しては、これに関しては、上はやったし、これ作ってたし、いっぱいやることあった。他にも、じゃあちょっと紹介したいのあっていい？この、まあ、まず椅子ですね。これモッチーの椅子。あ、じゃあデスクの紹介すると、モッチー、松葉くん、ラオスね。ラオスね。これどうしたどうした。すいませんね。モッチー、ラオス、松葉くん、一平、フーコ、リン、ヤーちゃん、僕なんですよ。で、これ結構黄金比で、喧嘩をしない業務効率達成するっていう、この2つで作ったもう黄金比の席配置になっております。で、モッチだけこの女王椅子になってる。ほんとやばかったよね、わがままさが。そう、どういうこと。いや、これもうさ、みんながもう廃棄しよう廃棄しよう、邪魔だでかいって言ってんのを、モッチはもうリナこれじゃなきゃやだ。いや、しかもみんなほんとこの子をさ、なんか邪魔者扱いするの。そう、でもさ、これヤーちゃんとかもそうなんだけど、座るとみんなこれがいいってなる。俺ダメだったんだよね。珍しい。やっぱだから、ちょっと上気質がある人しか座れない。座ってみてよ。いつもの座り方、いつもの。いつも、うん、パソコンやってるとき。パソコンやってないで。こう。いや、足上げてる。足上げてる。あ、うちいつもこう。全然。初めてじゃないけど。いや、プラスで。こうやって寝てる。いや、これか、プラス、昨日そうだったんだけど、じゃあパソコンやってる時でしょ。パソコンやってもやってもってパソコンもこうなの。だから見て、足こうなの。僕の席にこれ、僕だから僕こうですよ。やばいでしょ。だってパソコンの高さは目より上に行かなきゃいけない。目悪くなるから、うん、だからそれはこっちを上げなさい。パソコンの下に国境なくなったからさ。そう、この下の国境も作んないよと多分。いや、それでこの間ヤーちゃんとラース揉めてた。下の国境ヤーちゃん、要は足伸ばしてくるよ、俺のところで。それで前まではこうだったんですよ。ここに3人座るんですね、ここのフロアに。それ1個分だもんね。そう、だから国境で分けてたの。1、2、3だと思うね。そうで、国境で分けてるっていうのが、国境がなくなりました。これでみんなの不満が相当抑えられました、うん、すごいね、一人一個この幅を使えるっていうのは。あと、ちょっとこれ見てほしい。これね、これスピーカーなんだけど、アメトーク、13年前ぐらいのアメトークでこれ100万ぐらいしてたの。で、今4万とかで買えるの。まあ、それよりちょっとコンパクトになったバージョンなんだけど、で、それをアメトークで言ってたの。100万だったけど、今は 4、5万で買えるから買った方がいいよって言って買ったのがソニーのスピーカーで、あとはちょっとね、紹介したいので言うと、今切れたね、デスク。なんでこんな綺麗だったの。あ、ルール作ったんですよ。その前回のオフィスでもそうだったんですけど、やっぱ僕も含めて掃除がね、できない人が多いじゃないですか。でも一応清掃って朝出社してから決まってるんですよ、みんなでもう一斉にやるみたいな。それでもなんかやっぱ綺麗な人綺麗に使おうっていうので、もう退社時は絶対机の上に物を置かないっていうルールを作ったんです。だから今こういう状況で毎朝来た時に気持ちよく出社できる。確かに綺麗だ。で、ここは今ちょっとフリーデスクにしようと思ってて、今棚にまだ置けてなくてごちゃごちゃしちゃってるんだけど、あの今後人が増える
ていうか今募集してるじゃないですか、うんうんうん、っていうのはもうみんなここに一旦使ってもらう。で僕らこれ80センチあって、もともと僕ら60センチずっと仕事してたわけですよ、1年間。だから80センチあるからここで十分でしょっていうので3人まで増える。確かにルッキー、すごいね。これあの思い出の、あ、俺がいっぱい寝たソファーね。この松葉くんのベッドです。俺と汗とな、俺の汗と涙と血のベッドだね、これ。確かに血も出てたわ、途中。転んでさ、何血出てたっけ。転んだからさ、階段かどうかでつまずいてさ、ここからめっちゃ血出てたよね。あー、えぐれたやつだ。そう、しかも自分は気づいてないって。気づいてなかった。で、ソファーに血ついてると思って、誰だと思って俺がしちゃった。ここで仮眠もできるし、ご飯も食べれるっていうスペース。食べれないだろ、ここ絶対。食べてないよ。じゃあ食べようと思えば食べれるよ。てか、このソファ破棄しようとしたけど、置く場所なくてここに置いてる。キッチン広いね。キッチンすごいでしょ、これ。どうですか、政治委員長。このキッチン広いか。いやー、めちゃくちゃしやすいっすね。いや、でも政治委員長は、まあ、モッチになったね。違うよ、まだだよ。もうすぐ、まだ2期終わってない。10日間ぐらい。違うよ。あと1ヶ月だよ。いや、6月から。6月からだ。6月からだ。うち6月からだ。でももし来いで、ここからキッチン近いからね。すぐ行けるじゃん。いいね、水人長としてやっぱ一番いい席。あとこれじゃない、ここ一番ね。そう、こういうとこがすごく重要で、今ちょっと僕とラオスが発注ミスって水とかお茶が溢れ返っちゃってるんですけど、もっと本当は取りやすくて、ここが在庫棚としてお客様にプレゼントするとか、訪問先にプレゼントするとかも含めて在庫を全部ここにやったりとか、開発中の商品をここに全部、今ちょっと本当はもうちょっと綺麗になってるんですけど、まあ引っ越したばっかなんで。すごいね、ちゃんとやっぱりいっぱいあるよ。そう見たらすごいね。ここがあるのがめちゃくちゃ大事で、前までもう廊下にずっと並んでたじゃん。確かに。これはすごいね、もう僕らの今進化ですね。嬉しい。たまになったら撮影部屋のテーブルとかに1個置いてあったりしてたの。いや、そうだね。そういうのがすごい嫌だって。あとはじゃあ、モッチー部屋。モッチー紹介してもらって。モッチー部屋まだ片付けてないよ。いいよ。え、じゃあやばいんじゃない、ここ。モッチーの部屋。大丈夫、物落ちてこない。物落ちてこない。モッチーの部屋があります。モッチーの部屋。ポップアップのもの全部入ってます。すごいギリギリ開くんだね、これ。そう。もう、お、ここも黄金比です。ポップアップでいつも使ってる机とか、この中に全部備品は入ってる。これ誰が整理したの？リナ。嘘つくなよ。ほんとだよ。だから、でかい段ボールの中に入ってたものはちっちゃい段ボールに移したりとかしたの。ちゃんとこれはこうやってポップアップで使うやつ。すごいね、全部ここに入ってる。まだ入りそうだねってことで。うん、でも全部さ、ノベルティだったりとかさ、箱がないと生きていけない子たちなの、この子たちは。うーん、僕とかでも入れるじゃん。うん、看板とかも全部ここに入ってます。え、次はこれ。あと大きなドア開けると、ここは洗面所です。あ、今汚くて、なんか収納棚がないんで、バスタオルが出しっぱになっちゃってるのと、この辺もまだ整理できてないんですけど、ちゃんとやりたいですね。僕のとかも超でかくて綺麗なんですよ。これ使った人ちゃんとここにこうかけて、もち。何？これ使ったものをちゃんと元に戻して。直すだよ。直すの？だってリナ使ってないですもん。ちゃんとやって。使うようなやつ。俺も使ってないよ。ラオス汚いもん、こういうのは。使ってないよ。え、なんでこんなの直す、これやばいってねえ、水たまりできたよ。絶対直すな、それは。これどういうことそれは逆に、それリナじゃないよ、それは俺。それは俺、使っちゃってるもん、シャンプーボディと。最悪だ。怒ってる。一回だけじゃん、そんなの使った言うても。このさ、緑を増やしたんだよね。そう、こいつは本物。本物、偽物、偽物、偽物なんだ。こいつだけ本物。これ風子がね、ダメだよ、怒られるよ、すごい、すごい、マジで愛してやまない。じゃあどれくらい違うのかなと思って。風子の席から外した時、すごい悲しい。すごい悲しい顔した。え、嘘、でもこれ、俺のガジュマルなんだよ。そう、実はラオス。あ、そうだ、でも風子は育ててる。いや、僕とラオスと風子3人で買い出し行ったんですよ、うん、
のその時にラオスと僕がいや欲しいって言って2つね観葉植物を購入したんですけど、僕とラオスは育てられないって言って、フーコが育成担当、でオーナーは僕ら、そうそうオーナーは僕ら、あの盆栽ビジネスみたいな、そうそうそう、分散所有みたいな。あと一回このね冷蔵庫が自慢なんですよ。でかすぎるの、このでかすぎる冷蔵庫、しかも結構ちゃんと物入ってる。あ、そうで、ね、まあ飲み物本当うち消費するからパーツ入ってるのと、あとこれ、やばい、これはまずい、誰開けたままに入れてんの、その人が悪いよね。自分じゃない、僕です戻さないでよ、その下に置いてる。これ村長餃子いっぱいあります。だからうちって昼食代とか週に2回みんなでランチ、2回2回外で外食で、3回はここオフィスでみんなで炊事委員長が作ってくれたものを食べるの一つが餃子。この観音開きというかこういう感じをオフィスに置きたいっていうのは、まあ、大きい方が絶対いいじゃん。え、そうでもない、うん、え、冷蔵庫大きい方が絶対いいじゃん、ね、冷蔵庫のあれがキャパが広すぎるよな。あ、まあ、でもさ、あ、サーモン、これサーモン、え、食べたい、通販のトラン、え、ちょっと解凍しとこう、めちゃくちゃ美味しい、今日食べる、食べようよ、これちょっと解凍しとこう。え、だからめちゃくちゃいい。でこれリッチマンプアウーマンっていうドラマ僕一番好きなの。そのドラマの小栗旬がこれとは違うんだけど、こういうなんか無機質な冷凍庫を家のど真ん中に置いてて、それかっこいいなと思って購入しました。へえ。最近そこねホワイトボードにも使えそうだし。どういうこと？余分じゃないっすよね、もったいないじゃん、メモできるところにさ、うん、大丈夫や。てかリッチマンプアウーマンだったらこれ全部メモにした方がいい、この壁とか。そうだね、じゃあ各みんなであの全部ホワイトボードのあれつけてさ、ネクストイノベーションみたいな、どこでもメモできるみたいな。消せないじゃん。良さそうだね、ネクストイノベーション書きそうだわ、なんか、ね、書きたい、うん、え、外見た、外まだ、最後2回行く前に外見せないんだけど、じゃあお楽しみ最後でいいじゃん、外が一番自慢の、イカシアレクサスは見たけど、うん、いやもっとかっこいい、もうすごい壮大なやつを見せたいんですよ。じゃあ最後に見せよう。2階2階もあるんだよね。2階だとオフィスってすごいよね。そう、2階があるんです。何でしょこれ、ライトも、ここはなんかもうちょっとうまく使えそうだよね。え、いる？なんか使うもん、もったいないな、もったいなくないよ。これ2対1も引いたらさ、ここになんか座れそうじゃん。危ない、やめて、いらないからやめてよ、DIY は。あ、で、ちょっとさっき見せてなかったんだけど、トイレ2個あって、ちょっと分けたんですよ。下が男性トイレで、2個になってから上が女性トイレで、女性トイレ別に見せなくて、あ、綺麗に使ってますよね。じゃあ、男性トイレ見てほしかったの、知らなかったの。え、人戻ったらうざい、うざいけど、で、男トイレ超すごいこだわりがあるから見てほしい。あ、そう、イベント告知ということですね、この度5月24日金曜日にあの大阪の村長と僕でイベントをやらせていただきます。今回のイベントはバーイベントで2部制となってます。1部が19時から、2部が21時半から始まりますので、ぜひ皆さん来てください。料金は飲み放題付きで1人5000円、そしてあの僕らが大好きな村長餃子も召し上がれるということです。予約フォームは概要欄に貼っておくので、ぜひお早めにご予約お願いします。何？前回からすごいアップデートしたんですけど、このまずここ見て、立ち小便は絶対禁止ですってここに貼ってるで、これでもしここを見た時にも分かるように、でこことここやってます。でもそれでも立ち小便するやつがオフィスにいるのね。それが許せなくて、もうここにやった時にもここにももう立ち小便禁止です。いや、ここに貼ればいいじゃん。え、じゃあここにやるとさ、ここに言うても立ち小便してなくても、あ、ついちゃう、座ってても絶対ここについちゃうの、もうこれは男性女性問わず。だからここに貼ると掃除が大変だから、立ち小便を絶対させたくないっていう。で、リンが、いや、それにしてはちっちゃいよね、もう後ろに堂々と貼んないと。あ、貼るか、うん、もっとでかいの、ラミネートで、うん、
え、なんかこのさ、リンがいるのね。リンがいるのね、じゃなくて、リンが何回もタッチションやめてって言って、結構本当に怒ってんのに、あいつ、未だにタッチションすんの。え、どうなってんの、メディアチーム。あ、文化はなかなかね。で、ここが、それね、まだね、スラ君の着替え場所です。今備品室置いてない。でもここもね、スタッフルーム、ここ本当は備品室じゃなくて、Zoom とかのミーティングルーム。これはコラボ相手の待機室でしょ。怖っ怖っ。はい、そしてここがもう一番メインどころね、最高の空間です。どうぞ。これがまたすごいんですよ。ちょっとまだここに片付いてないんですけど、これすごいよね。これが新しいテレサハウス。スタジオですね、スタジオ。スタジオ。ライトもあって、豪華なライトとか。これすごいこだわってて、一つは今までみたいに、まあ、ナチュラルヒーローっていう体制だよね。みんながここでワイワイとエンタメ動画を撮ったりとかをできるような大きなソファーで、こっちにももちろん人を増やせる、ゲストとしてたくさん呼べるよっていうのもそうだけれども、もう一つはこうすると2人の対談の絵を撮れるんですよね、うんうん、でこっち側だとまた違う4人とかで5人とかで絵が撮れますっていう作りになってて、プラスこの絵って全部掛け外しを簡単にできるようにしてあるんです。なのでここに置いてあるんですけど、例えばモッチーとサラとかヒカルちゃんみたいな女子会みたいなやるときに、あの象の絵をこれに変えたりとかすれば女性っぽくなるじゃん、少し雰囲気が。これはなんかスタジオ変わってますよみたいな雰囲気を変えることができたりとか、こういうバックライトもいっぱいあることによって、ここでね、背景の雰囲気、こういうライトでも変えられる。こういういろんなライトを裏に置いて背景を変えたりとかして、いろんな画角使い方、スタジオの面を使える。ちなみにこれ一番難かった組み立てに。マジ難かった。こいつやばかった。結構組み立てたの。いや、そうだよ、俺とフーコでね。違う、リーナもやったもん。リーナ一番木のくず目に入れた、これ。だって潜り込むのうちなんだもん、下に。これのね、これこいつつけてもめっちゃむずいの。そうなの、一人じゃ無理。マジでむずい。これ一人じゃ無理。女の子は絶対二人でも完成形だ。3人でやっと1個いけた。すごいね、これ完成形だと思った。こいつのが一番楽。これ楽だった。あ、そうなの。こいつが一番楽。ただ重いだけ。僕らオフィス、前のオフィスから移動してきた時にこれ全部組み立てたんだよね、もう。そう、すごいと思って。じゃあ1階からこれ運ぶのうちらだからね。マジですごいと思って。これ運ぶのはフーコ大変そう。違う、フーコカメラマンやってたから。あ、じゃあなんか勝手に歩いてきた、こいつが。うちがね、背中に乗せて歩いてきたんだよ。モッチーが？モッチーが背中に乗せて歩いたんだよ。もう一回やってみてですね。無理。で、途中で挟まって松葉くんにずっと助けてって叫んでるのに全然来てくんないの。あそこの階段の、俺こいつ背中さ、階段の折り返しで挟まっちゃって、これもっともうどうしようみたいな。助けてーってずっと叫んでるのに全然助けに来ない、マジで。で、こっち側、スタジオの逆側半分、ここもまだレイアウトが綺麗にできてないんだけど、バイオオフィスって撮影部屋とメインデスクのフロアしかなかったから、外部の人結構来てくれるのにやばい打ち合わせをしてたんだよね。なんかすっごい狭いとこで。だからここも打ち合わせとして使えるように。スタジオだけだと常にスタジオいるわけじゃないからもったいないから、ここはミーティングでそれぞれのお客様を呼んでいただくのもできるし、定例でも使えるような形で今組んでます。まあ、まだごちゃごちゃしてるけど、で、ここで普通に撮影もできるし、ね。まあ、ここでね、飲食もしてもね、全然大丈夫だよね。違う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 。これ、松葉くんって引っ越しにマジ興味なくて、僕らが物件選んだのね、モッチーと僕とラオスかな。うん、で、選んで、で、家具とかも松葉くんこだわりないから僕が選ばせてもらって、で、なんか、松葉くん初めて来て、これ組み立てとかやってくれたら、興味ないのに、ルールはめちゃくちゃ細かく、いきなり決めて、飲食禁止、喫煙禁止、あとなんかいろいろ禁止みたいな。でもそれぐらいじゃないかな。これはね、知らないでしょ、メディアチーム不満がね、うん、まあ、撮影終わってペットボトル置いてくやつがいる、ライター落とすやつがいる、でタバコここですると撮影が進まないっていういろんな意見があって、もうじゃあやめようっていうふうにしたの。なるほどね。まあそれは理にかなってもさ、まあ大体もっちゃんだね。大体、いや大体背中、これは背中。でもライターに関しては一人しかいない。だけど大体背中マジでずるいね。大体背中だいたい違うね。大体背中なの。次行きますか。まだありますよ。
もう一部屋ね。あ、うちの好きな部屋。バーベキュー会場あるバーベキュー会場あります。あ、ここね。まださ、下スノコ引いたこれ。まだね、引き続けるんだよね。俺知らないんだけど、これ完成を見せたいんですけど。で、スノコ引き途中だから。すごいっしょ。すごいね。今これ僕が引いてる途中で。これ一個一個引いていくの？そう、全部引いて。芝生にすればいいじゃん。なんかね、芝生にしようとしたんだけど、ここね、これで分かるように、なんか水の溜まり方とか砂がすごいの。だからこれじゃないと無理だなと思って、で、ここで、あの傘もこうやって全部つけるの。これパラソルも全部つけるの。え、日サロできなかったの？そしたら。いや、それかえ、あの、上げられるようにするやつがあるから。ここでバーベキューができるんだよ。バーベキューみんなで。プールかプール。あとは、その、外で仕事したい人はここで、ね、いい空気でいくと。やっぱ C 社買うか、じゃあ。C 社ありだね。なるほど。ここどうなったか全然知らないんだけど、あんなも変わってないのか。変わってない。ここもミーティングルームで使うんですけど、素晴らしいのがちょっと見て、見てください。多分光飛ぶと思うんだけど、もちろんせーのでちょっとつけて、まだね、見てて、せーの、これすごいでしょ。メイクルームなんですけど、ミーティングで自分たちで使ったりもできるっていう作業部屋だったり、で、それ冷蔵庫も置いてある。ちょっと狭いけど落ち着く空間ね。何してんの？これ冷蔵庫も邪魔だな。いや、あっていいじゃん、ここで。違わないでしょ。何してんの？何を？何が？なんか、これ自由でしょ、多分。自由じゃないよ。自由にお持ち帰りください。自由じゃないわ。どっちがいいの？いや、どっちがいいじゃなくて、一個うちのな。これ、それうちのな。これ僕のだ。いや、これ全部僕の。北くんがパクってるうちのカバン。待って。あれだから、違う。うち自分の戻ってきたわ。いや、ダメだって。はい、どうしたらダメだ。これうちの。これで、ね、みんなね、ほら、お揃い。お揃いじゃねえし。し、やめて返して。でもこの企画の趣旨忘れてるでしょ。すごいいっぱい入ってんだけど。じゃやめて、触らない、開けないね。うちだから。うちのなのに、背中のものがいっぱい入ってる。僕、全部もらい物だから。似合ってるわ。やめてだから。じゃあ、これあげてない、あげてない。これは、モッチーからもらったディオールとリモアのコラボでしょ。で、これすごいの。これハワイ限定、なんか世界に30個しかないらしい。これが？これ。そうなんだ。じゃあ全部もらい物っていうのは結構重要で、自分でこういうなんかさ、ブランド物を買ってると思われたくないんですよ。自分で買ってるでしょ。え、買ってない買ってない、1個も。お金。それがいいな。でも俺パリスパリスだからさ。全部パリスパリスパリスだから。パリスパリス。パリ大好きです。これいいね、ハワイ。いいっすよ、これハワイ。マジで嵐よ。このハワイって書いてるのがいい。返して。いや、もういいんじゃなくて。いや、もちろん返して。いや、これうちのだから、返してもらえる。もらったじゃん。もらってない、あげてない、ヨリナは。じゃあ、外行きますか、これで。行かないで。一旦外行かないで。一旦返して。やっぱ、持ち主が一番嫌。なんでペイも普通に。もこれ何？ティファニーじゃん、これ。そう、ティファニー。これ流行ったよね。一時期ずっとなかった、これ。わかんない。でも似合ってるもん。これなかった。多分入社祝い。いや、似合って派手すぎだろ、髪の毛赤で。めちゃくちゃ高そうですね、これ。いや、安いんよ。でも質が。でも見せたいもんがあるでしょ、外に。あ、そう、外ちょっと来て。再販決定ということで、新商品のオクトリートメントが実は即完売していたんですけれども、この度4月8日から再販が決定しました。オクトリートメントは超高機能として歌わせていただいたんですけれども、実際に口コミとかもアットコスメで集まってたりするので、ぜひね、気になってる方は見てください。本当にいい口コミをたくさんいただいていて、多くの方が髪の毛がすぐにサラサラになったとか、今まで使ってたものと本当に違かった、サロン帰りと同じぐらいのクオリティって本当に言っていただけてるので、皆さんもぜひご購入よろしくお願いします。こちらです。見える？見えてる？はい。すごくない？ライトアップされてんだよ。そう、夜だったら綺麗に。テレサ東京。テレサ東京。少しちょ激しい系の会社だから。そう、もうでもここも広告だと、通りかかってくれる高級住宅の皆さんに、なんだこれと検索していただいて知ってもらおうっていう。いつから東京着いた？少し前です。ハンドソープあたりから見ました。そう、実はまあいろんなブランド戦略があって。いや、素晴らしい。ここもいいの？面白い。あ、そう、ここも。あ、これね、株式会社ノンタイトルのテレサ東京。じゃあ、いい、最後な、帰ろっか。はい、ということでですね、まあ結局今日はね、まあ須田くんの自宅なんですか、ここは。自宅ぐらい愛してるオフィスです。まあ実際僕らも1年経つじゃないですか、はい、どうですか、今1年
振り返ってなんか皆さん一言ずつあれば。走り切ったよね、本当に走り切って、ちゃんとまあ言ってしまえば目標の数字をみんなで一個一個全部クリアしてきたんじゃない。僕が目標のまあ KGI、KPI とかも設定させてもらう中で、みんなで本当にそれに向かって走り抜いてクリアして、クリアして、でこのタイミングでオフィスもこういう風な形でこういう風に人をどんどん増やしていくっていう、本当計画通りに来て今このオフィスに移動できたっていう感じですかね。まああっという間だったよね、うん、以上かな。本当に前そのなんか今振り返るというか、まだ進まないといけないから、もう振り返る暇すらない、うん、あっという間、本当に。で今振り返ろう。時間を今ご用意したので振り返って過去はないよ、ね、過去見ないよ、過去に脳を使う時間はない、ね、先しか見てない、先しか見てない、先の話の。いやいや、いいだから。もっちもっちは1年間本当あってもらったって。おお、待って、待って、セットをさ、真似しないで。じゃあ、まあ、冷静に、あ、本当に1年経った感覚はまだない。なんかその、もう1年みたいな感じなの。そうだね。で、びっくりしてる自分もいるし、一番思うのはなんかその周りの人とかもさ、スタートアップで立ち上げて1年以内に誰かしらいなくなるっていう話をめっちゃ聞いてたの。そう、でも誰もいなくなってないわけよ、うちだって。確かにね。だからやっぱり相性っていうか、なんだろう、そのめっちゃ嬉しいよね、いろんな経営者さんに、こういうスタートアップとか共同創業とか、うん、友達やってる、ないし知らない人でもこういう風にやってる人で1年持ってるとこ見たことないみたいな、うん、そう、だからやっぱすごいんだなっていうのは改めて思ったし、1年耐えられたら、耐えてるわけじゃないけど、1年こうやって続いてたら2年3年って普通に続いていくんじゃないかなって思うね。確かに。いや、これ思ったのがさ、うん、最初4人だったじゃん、うん、9月ぐらいから増えたのがさ、うんうん、5ヶ月間、まあ、言ったら申し訳ないけど、4人でやってるって一番楽しかった、楽しかった、うんうん、今も楽しいんだけど、これがどんどん薄まっていくというかさ、だって最初の方だってさ、岩手行ったり福岡行ったり、確かになんか4人でなんかクラブ行ったりしてたじゃん、うん、毎日飲んでたし、うん、だからあれがなくなっていくっていうのはなんか寂しかったけどね、だんだん。でもこの間やったじゃん、4人で、でもなんかオフィス来てさ、4人以外がいるっていうのがもう当たり前なわけじゃん。まあ確かにね、最初あの人だって4人の時めっちゃ広かったじゃん。確かに、うん、まあなんていうのかな、贅沢な悩みというか、今後もそうだけど、大きくなってなって、でみんなにどんどん部下が増えてって、それぞれの裁量がもっと大きくなって、決裁してっていうので、なかなかね、本当に会うのが、まあ僕は多分みんなとずっと仕事をするスタンスだけど、もうここと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 か難しかったりもないよね。でもうちメディアもさ入ってるから、ここあるんだ、合わないかも。いやだから、今もっちがメディアから完全に外れるって、今ももっちのところでポップアップとかイベントごとも頑張ってるから、人が増えていっちゃうとか、もしかしたらさ、店舗ができたりしたら、ああ、そう、絶対店舗に行くもん。そっちは統括になるからさ、そしたらオフィス来ないんだよ、月1、2回とかしか。そうだね、月末ぐらいしか来ないからね、月末。その頃ね、多分俺ら、ナオスが営業行ったりとか、俺が現場行ったりしたら、そうです、オフィスに誰もいない。悲しいね。みたいに、まあ、なっていく、まあ、贅沢なね悩みなんですけど、でもまあ寂しいね、本当そういうの。言うと多分こういう時間を僕持ってるのさ、共にしてる時間を、釜の飯を食べるじゃないけど、僕一番大事にしてるんだけど、みんなで釜の飯食べようよっていう、それがないとやっぱうまくいってない気もするの。だからやっぱ定期的にはちゃんと作りたいよね。どんだけ大きくなってもさ、この4人でご飯食べて飲んで、本音で喋って喧嘩してっていう時間は絶対作んないとやっぱ難しいなと思って、うん、それ作っていきましょうよ、今後も。これ4人で動画撮るのももうね、当たり前じゃなっていきますよね。そうだから来年とかさ、じゃあ30人とか会社の時にさ、うん、4人で撮ることがほぼなくなるんじゃないかなって可能性あるよ。もう普通に、あ、松葉2号が一番出てるみたいなことある。来年経ったらまだ4人に戻ってるかもしれないし。入れすぎて、入れすぎた。オフィスも前のところ戻ってるのに、ね、うまくいかなすぎて、なんかどんどん戻ってもうある可能性あるからね。言えるの、あの1期目の売り上げは。1期目目標達成して言っていいの、言わない方がいいか。何パー達成じゃん。100%達成しました。あの銀行に見せてる資料も投資家に見せてる資料も 100% の達成をしました。なのでなかなかね、ぶっちゃけ番組でできた会社でこんな見ず知らずの4人が集まって
投資家とか金融関係の人がみんな納得するような売上目標を全員でクリアしたっていうのは結構奇跡的なことだと僕は思ってます。マジ奇跡、めちゃくちゃすごいと思います。めっちゃいろんな人に会わなかったこの1年。いや、あった。マジで意味わかんないよ。記憶ないんだけど、もうめっちゃ嬉しいなって記憶あるんだよね、うん、いろんな人に会うんだろう、ね、感動させたろ。確かに背中一番感動続けたんじゃない？いや本当に今までの人生で、そう、僕のその今までギャップ的な意味ではね、うん、ということでね、皆さん、はい、しっかりしたチームスになったんですけど、今後とも応援よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで皆さん、もしよかったら高評価、チャンネルよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またバイバイ。